11月21日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。この間からなんでだろう、なんでだろうと思っていたことが一つあるんですが、オンエア直前に今日の夕刊各紙を見ていて、どこの夕刊に載っていたか分かりませんけれども、はい、なるほど、そういうことかと思わず膝を打ったんですね。で、詳しくはですね、先週詳しく喋り出そうとしたらですね、ディレクターに止められて喋れなかったネタがあるんですよ。はいはい、それ何かというと、年末年始の放送スケジュールっていうのがあるんですが、まあ、簡単に、正確なところをわざとぼかしながら喋るとですね、私が想定していたよりも若干日程が取れそうだということが判明したので、その若干の日程が取れるとですね、私は1980年代、会社員になった頃からの習性で、まとまって休みがあると海外に出ると。はい、80年代特に円高局面では海外がものすごく安くて、そうですね、特に当時東南アジアでタイなんか行くとですよ、はい、ラーメン一杯10円とかでしたからね、はいはい、今タイ行ってラーメン食べても日本とほとんど変わんなくなってますから。そういう感じですか。そうなんですよ。だから当時って日本円持って、老後に日本の年金を持って海外に行ったらっていうので、ひどい言葉ですけども、シルバーコロンビア計画っていうのがあってですね、要するにシルバー計画を、なんでシルバーコロンビアっていう名前がついたかどうかわからないんですが、海外に移住していただいて、年金で、海外で穏やかに暮らしていただこうと。で、当時の円高局面で日本の年金水準もらうと、特に厚生年金ぐらい、国民年金だとなかなかね、円高局面でそれで海外で悠々自適は無理だったと思いますけども、円高局面なら日本の厚生年金なら楽々海外で、東南アジアなら特にですね、お手伝いさん、日本でお手伝いさんってもうほとんど存在しないですよね。そうですね、そういう言い方もね、あまり欧米ではね、未だに結構ありますよ、はいはい、これがやっぱアメリカなんかは違法移民の受け皿なんかになってたりなんかして社会問題になること多いんですけれども、お金持ちの人は、一定以上のお金持ちはみんな、いわゆるお手伝いさんというかですね、女中さんというかですね、家事をやってくれる人がいるわけですよ。で、奥様は奥様で、あまり家事しなかったりなんかして、趣味の料理ぐらいですね、やったりなんかするのは。で、東南アジアでも、私が勤めていた放送局って長年フィリピンのマニラというところに、今もしかするとね、支局が閉鎖になっちゃってるから特派員はいないかもしれませんが、当時は支局員がいたんですよ。日本人の支局員が社員で行ってたんですが、地元の日本人コミュニティに入ると、もうとにかくフィリピン人のメイドさんを家庭の中に入れて家事をやってもらうということがもう社会慣習として成立しているので、いや、うちの奥さんもとにかく他人が人に入るの嫌だからっていうような日本的感覚は通用しないわけですよ。とにかく現地で人を雇わなきゃいけない。まあそれが外国から特派員で赴任してくる人の義務だったりするんで。雇用する。で、円高局面だったら日本の厚生年金で、今、厚生年金の月額標準が、モデル世帯。このモデル世帯っていうのがもう古臭くてですよ。モデル世帯って40年間サラリーマンとして働き続けた夫プラス40年間専業主婦で、働かずに第3号被保険者って言って、保険の掛け金を払わずに基礎年金をフルでもらう人と、この奥さんの基礎年金のフルの金額と夫の厚生年金を足し上げると、大体今の水準で20万円ちょっとぐらいなんです、モデル世帯。これ20万円ちょっとというふうに報道されると、あ、厚生年金で20万円出るんだなと、こう勘違いする人非常に多いんですが、これあくまでも奥さんの基礎年金を入れてですからね。まとめて、奥さんの基礎年金を入れて22万円とかそのぐらいの水準なんですが、ただ円高の時だったら、今から20年ぐらい前だったら、22万円あれば、東南アジアに行って、お家を借りて、メイドさんに来てもらって、メイドさんに家事全般をやってもらって、夫婦二人で悠々自適ができたんですよ。
ね、そういう時代があったんですよ。20年前。で、まあそういう時代を私は過ごしてきましたから、ね、ちょっとでも休みが取れると、まあ同じお金使うなら海外って使おうかっていうんで、海外旅行にすぐ出るという習性がついていたんで、うんうん、はい、今回も、あれ？私が想定していた日数よりもちょっと多く休みが取れそうだということが判明したんで、はいはい、年末年始は、高いだろうな、ね、もうだいたい今から年末年始のスケジュールなんか取れねえべと思って、うん、いろんな旅行サイトを見てみたら、うん、取れるんですよ、今年は。まだ間に合う。まだ年末年始、1月1日お正月、今年日曜日なんですが、はいはい、ここを挟んで前後の日程で海外旅行に行けるんですが、そうですか。もともと正月を挟んでね、年末年始とお盆の時っていうのは異常に航空運賃も現地のホテル代も高くて、パックツアーなんかもおい、そんな値段はねえだろうっていうような値段になってるという認識は当然ありました。はい、その認識で、うん、旅行代金を見ても、もうなんかね、唖然とするっていうか、椅子からこれが落ちる記憶もなくなるぐらいの値段で。認識をはるかに超えるっていう、ね。もうだから一昔前、芸能人はハワイが好きって言ってですね、うんうんうん、芸能人正月年末年始ハワイに行って、ハワイの芸能リポーターも、なんか年末年始ハワイに集結してですよ、はい、空港、ホノルル空港で降りてくる芸能人と捕まえて、インタビューを取って、年始のワイドショーは、これギャラ払わなくて済むんですよ、こういうの基本的に。そうなんだ。で、まあ、そういう慣習ができてますから、はい、年末年始本人の許可を取ってですね、事務所の了解取るとめんどくさいですけど、いきなりその現場で本人の了解取って、いや本人の了解得ましたからみたいなことを言って、年始のワイドショーで放送した枠を埋めてですね、そうするとまあ年末年始芸能リポーターを海外取材に行かすぐらいの予算はなんとかなった時代があったんですが、今回調べて驚きました。次元が違うのと、それからですね、私なんかで言うとやっぱ年末年始ハワイは高いだろうなっていうのはもう分かってるんですが、ハワイよりもむしろタイのプーケットとかっていう東南アジア方面の方が異様な値段になってて、ハワイより高くなってる。ハワイより高いです。まあホテルにもよりますけどね、だけどホテルにもよりますけれども、私がざーっと調べた感覚で言うと、ハワイより高いは東南アジアっていう感覚があって、一体どういうことなんだろう。もともと東南アジアっていうのはドイツですとかヨーロッパ方面の、観光客非常に多くて人気なんですよ。だからヨーロッパの冬は特に長くて寒いですから、熱帯の太陽を求めて東南アジア結構人気だったりして、ヨーロッパからタイ、インドシナ半島は遠いですけれども、それでも地球半分回ってタイを押しかけてくる人がたくさんいたんですが、どうやらですね、今年はそのヨーロッパ人が、タイは特に近年嗜好用大麻というのを解禁した影響もあって、はい、どうやら嗜好用大麻、合法的に大麻が据えて、あったかくて東南アジアで、まあヨーロッパに比べれば まだまだ物価は安いからっていうんで、そういう需要がすごいみたいって、まあ、いわゆる買い負けるっていう言葉がありますけれども、まあ、ホテルなんかでもそのヨーロッパのツアー客は高い値段を払ってくれるんで、何もわざわざ日本人、その円安の時に貧乏な日本人、私ごときを受け入れなくてもいいだろうということのようで、とんでもないね、日本円にするととんでもない値段になってんです。そうですか。でびっくりして、まあそういう事情かなと思っていたら、今日夕刊を見ていたら、はい、もう一つ大きな理由があるということが分かりました。はい、なんだろう。今ですね、ヨーロッパの、真ん中より北の方、ヨーロッパでも南欧って言って南ヨーロッパっていう、まあ代表的なところで言うとギリシャ、エーゲ海だとか、はい、南のスペインの方だとかっていうのはなんか太陽さんさんキラキラのあったかいイメージがあるじゃないですか。はい、エーゲ海クルーズとか行きたいよね、みたいな。南欧、南のヨーロッパとか言って南欧って言うんですが、どうも中欧、北欧の人たちは、もともと南の太陽を求めるっていう習慣はあったんだけど、今年は、ロシアのウクライナ侵略で、エネルギー価格がとんでもないことになってて、冬場に自宅にいると燃料代かかってしょうがないから。そうしちゃうんだ、自宅にいると。あったかいところに逃げ出そうって言うんで、どうも中部ヨーロッパ、北ヨーロッパの人たちで休み取れる人は、こぞってあったかいところに今もうどんどん逃げてるらしい。そうなんだ、割とじゃあ長期的な旅行とか。どんどん逃げてる影響で、どうやらそれが東南アジアにも及んでるんじゃないのという、そんな感じがするんですが。
で今、まあ、東南アジアまで来るだけの気力とお金がない人たちは、日程も取れない人たちはどうなってるかというと、うん、中部ヨーロッパ、北部ヨーロッパの人は南ヨーロッパにもう大陸移動っていうか、あの大集団大移動して、ところがですよ、これがね、日本人の多くが認識していないんですけど、南ヨーロッパっていうとかなり緯度が南の方のような気がしますよね、うん、地中海のあのエーゲ海沿いみたいな、うん、知ってますか、代表的な南欧の首都っていうとギリシャのアテネじゃないですか、うんうんうん、ギリシャのアテネって北緯何度ぐらいか知ってます、うん、わかんない、ギリシャのアテネってかなり南の方にあるようなイメージありますよね、うんうんうん、ギリシャのアテネってね、日本でいうと仙台より北なんですよ。そんなに北なんですか。むちゃくちゃ北です、でスペインも南欧の代表的な国ですよね、はい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 、南ヨーロッパ、なんかマドリッドっていうとなんかすごい太陽の国っていう感じがあるじゃないですか、はいはい、スペインのマドリッドって、うん、多分ね、北海道ぐらいの緯度のはずです。そんなに上、はい、っていうか北、ドイツのベルリンとかあるじゃないですか、はいはいはい、ドイツのベルリンの緯度なんて北緯50何度ですから、うん、北カラフトより上の方ですよ、北カラフトの上の方です。パリだって札幌なんかよりはるかに北にありますから、ヨーロッパの主だった都市っていうのは日本の感覚でいうと北海道からカラフトぐらいの緯度なんです。だからもともと例えば太陽光発電なんかにすごい不利なんですよ、はい、傾斜がものすごく、あの太陽光パネルを縦にしないと太陽に正対しなくなりますから、ベルリンの緯度なんか北緯52度だよ。まあそれにしては比較的北海道やカラフト、特にカラフトなんかに比べるとまだベルリンなんかの方がまあ寒いし、日照時間短いのはもうどうしようもないですけどね、北緯度が高いですから。ただまああの海流の影響でそんなにはイメージほど、緯度ほどは寒くないねっていうイメージなんですけども、それは間違いないんだけど、実はもうほとんど真っ暗ですよ。このぐらいの時間から真っ暗だと思います。随分早くに。いやもう、その代わり夏の北欧から中央から北欧、パリなんかでも夜の9時ぐらいまで明るいじゃないですか。そうですよね。そういう事情なんです。なるほど。その代わり冬場の中央北欧は寒いわ、暗いわ、逃げ出したいわ、もうあったかい太陽を求めて東南アジアにまで押しかけてきて、その影響が私のこの冬場の旅行の範囲を狭めてですね、辛坊さんの選択肢を、今から予約はいくらでも取れるんですよ、今年は、異様なことに。だから日本、それから中国人の海外旅行がまだスタートしてないん で日本人でもそういう異常なことになってますから、うん、でまたまあコロナに対する警戒感もまだ若干残ってますから、はい、そんなに積極的に行かないので、うん、日本からの便と飛行機の便とホテルは取ろうと思えば取れるんだけど、うん、値段がとんでもない。まあでも辛坊さんなら行っちゃえばいいじゃないですか。ドカンとドカンと行きますか。本が売れたおかげで。よし、ドカンと公園の中のドカンで何言ってるんですか。ドラえもん伸びたみたいな、ほら土管の公園の土管みたいな。その話この間しましたね。最近公園に土管がなくなってきたという話は、はい、もう今日はこのぐらいで勘弁してあげます。ちょっと驚くね、はい、現象が起きてますね。そうなんです。さあ、では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価は反発しました。先週の金曜日に比べて45円2銭高い 27,944 円79銭でした。前週末のアメリカ株高を受けて買いが先行したということです。また為替相場は現在1ドル140円50銭付近で取引されています。さあ、ズームそこまで言うか、この後はお知らせを挟んでズームフラッシュ、週末から今日にかけてのニュースをチェックします。で、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、4時台ではおよそ3年ぶりに実施された日中首脳会談の成果につきまして、神田外語大学教授の興梠一郎さんにお話を伺います。5時台は寺田総務大臣更迭のニュースにズームしていきます。今週もラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしております。ニュースに関する疑問、辛坊さんへのツッコミ、何でも結構です。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、番組のエンディングでお送りするズームミュージックリクエスト、今日のお題はどうしましょう。ベルリンの緯度が北緯52度と聞いたときに聞きたい曲。
ベルリンの緯度が北緯52度と聞いた時に聞きたい曲ですね。だって東京の緯度って北緯35度ぐらいですから、全く違うんですよ。そうなんですね、はい、ヨーロッパって意外と寒いっていうか、北の方にありますね。さあこれもでもちょっと選曲するの難しそうですけれどもね。そうですね、うん、選んだ理由もね書いて。なんだろう、ドイツのディスコサウンドとか一時期入りましたけどね。あ、はい、まあ、ちょっと考えていただいて頭ひねって。ちょっと隣のオランダならダッチサウンドっていうのもあるな。あ、はい、まあいいや。ズームアットマーク 1242.com まで送ってください。この後はズームフラッシュです。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。北朝鮮国営の朝鮮中央通信が19日、18日に発射した ICBM 新型大陸間弾道ミサイルは最高高度が 6040.9 キロ、飛行距離は 999.2 キロでおよそ1時間9分飛行したと報じました。アメリカの司法省は18日、トランプ前大統領の関与が疑われている去年1月の議会襲撃と機密文書持ち出しについて、政権から独立した立場で捜査する特別検察官にジャック・スミス氏を任命したと発表しました。大きい数や小さい数を示す際、単位と合わせて使うギガやナノといった接頭語に、新たにクエタなど4つが加わることが19日までに決まりました。追加は1991年以来31年ぶりです。ツイッターのイーロン・マスク最高経営責任者が19日、トランプ前大統領のアカウントの永久凍結を解除すると表明しました。アメリカの新聞ワシントンポストが19日、イランで開発された無人機をロシア国内で生産することで両国が合意したと伝えました。福島県福島市の市道で19日、97歳の男が運転する車が歩道に突っ込み、歩いていた女性をはねた後、信号待ちの車3台に衝突しました。女性は病院に搬送されましたが死亡しました。逮捕された波汐國芳容疑者は、運転免許更新時の認知機能検査では問題は見られなかったといいます。岸田総理大臣が昨日夜、政治と金の疑惑が相次いで浮上していた寺田稔総務大臣を更迭しました。サッカーのワールドカップカタール大会が日本時間の今日午前1時過ぎに開幕しました。日本代表の初陣となるドイツ戦は、あさって水曜日の夜10時から行われます。サッカーワールドカップ開幕、カタールでの開幕についてはですね、カタールって割と産油国っていうイメージをお持ちの方多いと思いますが、厳密に言うと出るのは石油じゃなくて天然ガスだったりするんですよね。で、今もエネルギーの多様化に努めてって、ものすごいでっかい太陽光発電所とかあったりなんかして、今回のスタジアムも、太陽光発電の電気で冷房するみたいな。冷房しないととてもじゃないけれども、サッカーなんかやってらんないとこですからね。暑いですもんね。で、この時期なんでワールドカップなんだというと、夏場の開催は絶対無理っていう。まあ暑すぎてみんな死んじゃうっていう。まあ、いやそこでその、スタジアムの建設なんかで何千人も人が死んでるんで、それやっぱちょっと東南アジアの人たちを安く使うわけですよ、これが。で、結構、虐待に近いこともみたいなことが行われて、で、まあ、暑い盛りの工事だったこともあって、相当たくさんの人が死んでて、国際的には、そのカタールでっていうのはどうなのよっていう、そういう目線もあるんだけども、もうこういうお祭りが始まっちゃうと、完成にいろんなことが解決されるという、まあ、毎度おなじみの光景が繰り広げられるわけでありますが、それにしても、日本であまり盛り上がってないのは、理由ははっきりしてまして、全中継がテレビで、地上波テレビでないわけですよ。インターネットテレビみたいなところでは中継権を取りましたけども、日本の地上波はですね、ポイントとなる日本戦みたいなやつはさすがに中継権をいろんなところが持ってますけれども、全試合、だいたいこういうのって、全試合見たい人は見たいんですが、なんで日本で全試合見られないかというと、中継権が高くなりすぎてて、日本の
放送局じゃとてもじゃないけど買えるような値段じゃないと。で、日本のインターネットメディアは、はい、まあ、インターネットメディアは多分ね、地上波に比べて放送権料は若干安いんだと思いますが、それにしても地上波払い切れなくなっちゃって、オリンピックとかサッカーとかっていうと何百億円の世界ですからね、放送権料は。それ何百億円日本の地上波テレビ局なんか払えないですよ、それ。はい、だからまあどんどんなんかあの日本貧しくなっちゃう、今ね、こんだけ円安になると非常に問題が出てきてるのは、あのちょっと前までは世界の一流のアーティストね、クラシックでもなんでもポピュラーでも一流のアーティストってみんな日本に来たかったわけですよ、ギャラが高いから。ところがもう今クラシックなんかでもオーケストラ一つ呼ぼうと思うと航空運賃いくらするんだとかギャラいくらするんだとかっていうのを、これ円に換算するといくらになるのみたいなことになった時に、チケットの値段をこのぐらいの値段にしないと、とてもじゃないけどペイしないけれども、チケットの値段その値段じゃ呼べねえべみたいなことになって、あの一流アーティストがもうどんどん入ってこなくなっちゃってて、そんな影響が、国が貧しくなるということはそういうことなんだなということをなんか思い知らされるワールドカップになってる感じがね、今回もひしひししますけどね、はい、でもまああのとにかく代表には頑張ってほしいなという、そうですね、まあ、はい、ものすごく当たり前の締めくくりで日本戦はね水曜日の夜10時からドイツと戦います、ね、はい、寺田稔総務大臣更迭の話はあの5時台で詳しくやります。はい、そしてちょっとこれ興味のある人がいて何人いるのって話ではあるんですが、うん、ギガ、あ、単位ね、ギガ、テラ、そのずっと上の新しい単位が、はい、あの決まりました、国際機関で決まりましたよって話なんですが、はい、それがどうしたって話だよね。まあ、皆さんに馴染みがない、キロは馴染みがありますね。キロ分かる分かる、ね、1グラム、1キログラムっていうと1000グラムですね、うんうん、それからまあメガっていうのもメガは100万ですから、メガ100万ですから、メガもなんとなく馴染みがありますね、そのうちのギガ、最近あの携帯電話等でギガっていうのは要するにどのぐらいの情報を扱えるかで、ギガっていうのはメガより0が3つ多いわけですよ。だから10億かな、ギガは確か10億だと思います。でその上がテラですね、さらに3つ上なんですね、3桁上なんですが、テラ1兆かな、1兆だと思います、はい、その上がねペタ、エクサ、ゼタ、ヨタっていうのがあって、そこまで決まってたんですが、それが全部あの3桁0、3つずつ増えていくんですよ、うん、でその上が決まりましたよって話で、まあ多分そこまでは何に使うんですか、そうですよ、これ何に使うの、宇宙の果てまでの距離とかを測るとき使うんですよ。関係ないね、関係ないねって話ですね。だけど最近はコンピューターの性能とか上がってきて、うん、全世界にじゃ あの情報をデジタル化したらどのくらいの情報量になりますかみたいなことを考えるにあたって、今のテラ、ギガ、ペタ、エクサみたいなのじゃ足りないよねっていう、だんだんそういう時代になってくるよねっていうことで、上の方の桁も決めました。考えないから、だからどうしたって話ではあるだけど、だからどうしたなんだけど、非常に重要なのは、はい、我々世代より上と下でだいぶ違うと思うんですが、我々世代って、4桁ごとの位取りに慣れてるわけですよ。で日本語っていうか東アジアの文化圏は基本的に位取りが4桁なんです、うん、1、10、100、1000、はい、ね、はい、万、10万、100万、1000万、まあ、千、まあ、だから万の次が来て奥が来てっていうような K が来てっていうのは全部4桁取りの位取りなんですけど、はいはい、欧米は3桁取りなんです。あ、だから日本人はですね、宝石屋に行ってパッと値段表を見て一桁間違って宝石屋飛び込んで恥かいちゃうみたいなことがあるんですが、ちょっとごめんなさい、これ時間があればものすごく面白い話なんで詳しくしたいところなんですが、なんか私の耳にはもうそろそろやめろの音楽が聞こえてまいりまして、だからもともと日本古来の4桁取りと欧米由来の3桁取りが今日本混在してるから数字が非常に数えにくいという、まあ端的に言うとそういう話です。ズームフラッシュでした。11月21日月曜日、時刻は午後4時3分を回りました。日本放送から辛坊治郎と増山さやかでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか、ご意見を一つご紹介いたします。ありがとうございます。大阪市からですね、労働なんかしないで光合成だけで生きたいさんです。いや本当におっしゃる通り、はい、いいですね、憧れますよ、私はワールドカップ観戦のため今ドーハからメールを送っています。いや幸せな人ですね。それ労働なんかしないで光合成だけで生きてる人じゃないですか。なかなか、ね、素敵なパターンですよ。で空港の売店ではエビアン
463円、コカ・コーラ386円です。まあそのぐらいしますね。はい、それから大会スポンサーに日本企業はありません。そうなんですよね。その代わり中国やインドの企業が存在感を発揮しています。神保さんが円が弱まっているとおっしゃっていましたが、まさにドーハの地で痛感しております。まあちょっと、まあ、ドーハはイスラム圏なんでね、あの辺はちょっとアルコールに関しては若干特殊事情はありますが、はい、うん、今回あのワールドカップの会場で 500ml のビール飲むと1900円ですから、うん、まあちょっと笑っちゃうぐらい高い。そうなんですよ。でもそれが普通なんですよ ね。困ったことですねこれは。はい、まあ、行かなきゃ一中立ってそんなわけにもね。いやね、昔みたいにね、こうなんかこう胸張って海外旅行行けなくなっちゃう。シルバーコロンビア計画だっつってね、あの高齢者に海外行け海外行けって言ってテレビで特集とか組んだんですよ当時、うん、その後その人たちが今どうやって暮らしてるのかの、それもやっぱり今報告する義務があるんじゃないか、放送局は、と私は思います。いやいや、ちょっと驚くことが目白押しですが、あなたからのご意見まだまだお待ちしております。メールは zoom@1242.com、 ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日は月曜日ですのでね、5時35分まで延長してお送りいたしますので。そうですよ、エンディングソングねおかけするのちょっと遅くなりますが、ズームオンミュージックリクエスト、今日のテーマはベルリンの緯度が北緯52度と聞いた時に聞きたい曲、意外と、ね、寒いとこなんだね、はい、っていう感じの曲ですね。ズームアットマーク 1242.com、 選曲の理由も書いて送ってください。さあ、この後はおよそ3年ぶりに実施されました日中首脳会談の成果について、神田外語大学教授の興梠一郎さんにお話を伺います。日本放送ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。対面での実施は3年ぶり、日中首脳会談の成果は。岸田総理大臣と中国の習近平国家主席が17日タイの首都バンコクで会談しました。対面での首脳会談は2019年12月以来およそ3年ぶりとなりますが、台湾や尖閣諸島をめぐる問題などで日中関係が冷え込む中、成果はあったのでしょうか。そこで今日は中国政治に詳しい神田外語大学教授の興梠一郎さんにお電話でお話を伺います。興梠先生、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。お願いします。今回の久方ぶりの日中首脳会談、まず一言で言ってどんな印象をお持ちでした？まあ、中国側からすると緊張緩和っていう一言なんですよね。はあはあ、ですから日本と首脳会談をやる前に一連のもう首脳会談があって、ええ、でそこで土台作りをやって日本と首脳会談って、こういう流れでしたね。なるほど。どうなんですか、今回あの習近平国家主席と岸田総理が握手しているシーンが中国の人民日報等にも掲載されたようですが、はい、政治的にあの日本の首相と会って話をするということは、今の中国の国家主席にとってはそんなにネガティブではないということですか？あ、まあその通りですね。もう全く彼にとっては何の国内的なプレッシャーも今もない状況ですよね。ああ、もう完全に権力基盤固めてますので、ええ、もうやりたいようにやってる感じがします。あ、もうそのぐらいのことで中国国内の権力基盤が、まあ、世論を背景にあの揺らぐみたいなことはもう全く心配ないってことですか？全くないですね。やっぱりあのカナダのトルドー首相とのやり取りがですね、はい、動画がこう出回って話題になってますが、どんな、ごめんなさい、詳しく教えてください。ええ、要するにトルドー首相にですね、直々にこう抗議してる様子がカナダの、まあ、テレビ局の動画でわーっと拡散されてるんですね。ええ、こういうの珍しいんですね、はい、カナダ側のカメラが入ってるのにずっとこう抗議してる様子なんです。それ何についてどんな抗議ですか？カナダ側が、まあ、あのリークしたと、要するにカナダは今回正式な会談ができなかったんですよ、はい、それで立ち話で、まあ、あのカナダの選挙にこう中国の資金が流れてるんじゃないかっていう、ええ情報機関のいわゆるその報告をですね、ええ、
カナダメディアが報じて、はい、それについて、まあ、トルドー氏がちょっと中国側に、それについてなんか確認したみたいな内容なんですね。でそれを中国側が、まあ、あのおそらく了承しない上うちにこうリークされてしまったと、でそれについてそういうことは困りますよみたいなんですね。でそれを直々にこうカメラの前で習近平氏が、あたかも報道官かのようにこう生の声で喋ってる、でこういうのも非常に珍しい。もう今あれですか、中国の国の体制は習近平完全な一人独裁が完成したっていう感じですかね。これ結構あの海外であの誤解されてて、はい、もうとっくにそうなってるんですよね。でもう2015年の時点でその、はい、いわゆる共産主義青年団、胡錦涛派ですね、はい、あのもう胡錦涛の側近中の側近の霊計画っていうのはもう無期懲役になってますからね。で前回の党大会の時にもあの、李元朝国家副主席とか、劉紀邦宣伝部長とか常務委員になってもおかしくないような人がですね、はい、実はもう外されてたんですよ。だから今回胡春華氏が外されたとか李克強氏が外されたって話題になりましたが、もう5年前にそれやられちゃってるんです。なるほど。で今回仕上げ、そういえばあの例 の, あの一部の外国のメディアに取られていた、あのかつての国家主席の手元の書類を取り上げて、あの退出ってシーンがあったじゃないですか、はいはい、あれどう何が起きたと見てらっしゃいます。 あれはですね、要するにそれ党大会っていうものか、まあ、党大会で中央委員っていうのがですね、はい、選ばれるわけです、で中央委員になれないと政治局委員にもなれないんですよ、はいはい、それで中央委員の選挙っていうのを最終日にやったわけですね、で胡錦涛氏が、まあ、一般に言われてるのはですね、はい、その名簿を見たかったと、で名簿がなんかこうあの自分の思うようになってないんじゃないかってね、疑ってこう見たかってるのを隣に座ってたその立選書っていう全人代の委員長がこう止めたっていうふうな話になってますよね、しかしあのこれはもう中国側の中央テレビの動画でももうちゃんとアップされてますが、胡錦涛氏はその前に投票してるんですよ、中央委員の選挙に、でもうそこで決まってるわけですね、だからそこでもう一回名簿を見たがるってのはありえない、だからまあそれ制度的にありえないんですけども、なぜこんだけややこしくなってしまったかっていうと、やっぱり胡錦涛派習近平派っていうのは最後までこうもつれ合ってたってイメージが強いわけですよ、海外では。でもですね、党大会の開会式とか閉会式とか、まあ、あの胡錦涛氏って相当今体調悪いですからね、もう2015年の時点で中国側のこうテレビの映像でこう手がブルブル震えてるのも映ってるぐらいで、それから付き人がいないともうあのこういう会議に出れないような状態なんですよ、それでもう戦ういわゆる力もないんですね、だからあの李克強氏とか胡春華氏とか彼のいわゆる部下っていう人たちはもうとっくに諦めてるわけです。なるほど。だからまあ結局今回その党大会に開会式とか閉会式とかも出てきたっていうことは、抗議するために出てきたんではなくて、そして習近平氏のまあ、花道というか3期目をお祝いしてるって意味もあるわけ。なるほど。中国においては、はい、だからこれはもう海外では全くあの誤解されてる感じで、だからそこで最終日まで権力闘争をやってるみたいなね、イメージが出来上がっちゃってるからこんな風になっちゃってる。とっくにあの話はついてるんですよ。なるほど。で胡錦涛氏はあの自分の息子がね、浙江省の冷水市の書記なんですよ。はいはいはい。もし最後のあの土壇場で世界中のメディアが入ってる前でですね、反乱を起こしたらどうなるかっていうのは、まあ、わかりますよね。はい。うん。あの、その、正常な認知能力があれば。なるほど。だからいろんなそういう状況証拠っていうのを固めていくと、これはやっぱりその名簿がどうのこうのとかいうのはちょっと制度的にも、あの、無理があるような感じがしますよね。なるほど。じゃあ何なんですかね。うん、これはですね、だからいろんな、まあ、中国側がこれ健康不安説を出したもんだから、はいはい、一挙にみんながあのそれは嘘だっていうようになっちゃったわけ。しかし、2015年の時にもう完全に
体調崩してるわけですね。はいはいはい。だからおそらく私がいろいろ動画を分析した結果、一箇所こう見落とされてるところがあるんですよ。それは隣の陸天書っていう、全人体の委員長がこう彼の書類を見ようとするのを止めたって言われてますよね。しかし細かく駒送りにしてみると、一回赤いカバーをかけて返してるんですよ。はあはあ、実は胡錦涛氏に一回返してる。で本当に見せたくなかったら返しませんよね。なるほど。だそれをまたこうバラバラにしようとしたんでこう止めてるって状況。で先ほど言ったようにその名簿がですね中央委員の名簿であるならば、すでにその時点で、胡錦涛氏は3回名簿見てます。はいはいはい。予備選で2回見てる。はい。で正式な最後の投票で1回見て自分も投票してる。したがってその名簿が中央委員の名簿であってもですね、まあ、彼は何回ももう見てますし投票もしてますよということになるので、なるほど、そのさっき言った映像だけ見ても止めてるっていうのが実は2段階になってて、なるほど、1回お返ししてるわけですね。となると中国側の発表の健康不安説っていうのが実はそれが当たってるんじゃないのっていう感じですかね。うん、まあ、ただそれを言うとお前は中国のスパイだとか言われちゃうわけですよ。そうそう。いやでも興梠先生にそれ言う人いないでしょ。いや私は言われてますから。あ、そうですか。だからなかなかみんながね言えないんですよ。はあ。僕はただ事実知りたいんですね。でなぜこだわってるかっていうと制度的にありえないから。なるほど。でこれまでの権力闘争とっくにも話がついてるし、まず党大会のこのこ出てくるっていうこと自体が習近平のその3期目を認めてるって意味もあるんですよ、中国で。だからまあこれはでもいろんな諸説あってですね、それでも感情的に受け入れられないわけです、みんなが。はいはいはい。習近平けしからんっていうのは確かにけしからんから。なるほど。彼のこと好きな人いないんで。ちなみに興梠先生が考える習近平けしからんの一番けしからんは何ですか。あ、やっぱりあれでしょ、今まで集団指導体制って言っていろんな人のこうある程度権限を振り分けて、はいはい、やってきたのが彼になったら2018年にいきなり憲法を変えて、国家主席永遠にやれるようにしちゃったと。これで党のトップ総書記、軍のトップ委員会、軍人会主席、そして国家主席って3つ全部永久にやれるようになったわけですよね。で昔自分が世話になった人を潰していってるわけですよ。で江沢民なくして、習近平いないんですよ。でも江沢民派を先にやっつけたわけです。で江沢民自身はやっつけないんだけど部下をどんどん切り崩していって、でこれが終わったら今度は胡錦涛派ですよ。さっき言った霊計画とかね、はいはい、で今回の李克強とか胡春華とか、まあ、要するに恩知らずなわけですよ。はあ。で権力を握るまでおとなしくしてて、まあ、一種の歯隠れみたいな感じ で権力を握った瞬間にですね、牙向いてわーっと全部やっつけちゃって、なるほど。でその最大の功労者であるのが国家副主席の王岐山、はあはあ、これが規律検査委員会のトップでこういう汚れ役を全部やったわけ。でも彼の元部下とか友人というのはもうとっくに捕まってるわけですよ。はあ。で今その最大の功労者である王岐山でさえ干されてる。あ、だからこういうやり方が嫌われてるわけ。なるほどね。どうなんですか先生の見るところは、巷で言われている、まあ、台湾を武力で取りに行くんじゃないのかっていう、これはどう見てます。私意外となんか無視されてるのがこの間の軍事演習じゃないかなと思ってるんですよ。ほうほう。この間台湾を包囲する軍事演習やりましたね。はい、やりましたね。あれが実戦モードなんですよ実は。ほう。で中国側であれば実戦にいつでも切り替わると報道してたので、あれ真面目に見た方がいいです。先生はそんなに遠くない将来やるかもしれないという感じですか。で中国は、まあ、中国の公式見解って結構当たってるとこあってですね、まだそこまで力は足りてないってことは言ってますよね。でアメリカがもう指一本触れられないような状態になった時にはもう自然とそうなると、だからそこまで国力を持っていくってことは常に言ってますよ。どうです先生の見るところ、いつ頃それが完成しそうですか。いや、アメリカの今 CSIS ってシンクタンクがのシミュレーションやってて、はい、結構危機感持ってますよアメリカは。それは
どういうことかっていうと、こう軍事的なこう、先端兵器と先端兵器のこうぶつかり合いっていうかね、例えば今のウクライナで見てるような、はい、どちらがその最新鋭の武器を持ってるかとか、ええ、そういったレベルじゃないんですよね、中国が考えてるの。ほう、中国はこの間 の軍事演習でやってみせたことっていうのはですね、ええ、何だったかっていうと、はい、まず 海を封鎖するわけです、ええ、でその海を封鎖すると天然ガス入らない、はい、であとは米軍が沖縄からこう来るときにですね、ええ領域拒否って言ってミサイルを撃ち込んで帰ってこれないようにすると、ええ、で空からも海からも来れないようにすると、でだからあの日本の EEZ に5発撃ち込んだわけですよ、はい、あれっていうのは領域拒否って言って沖縄側から来るのをこうインターセプトしてるっていう状況なんで、ほうほう、つまりもう数日間でバッとこう包囲して、天然ガス入らない、発電もできない、で輸出入もできない、はい、で台湾の中にいる人たちがもう根を上げるっていうね、これ彼らのイメージなんですよね。なるほど。で白旗上げるのを待つっていう、はいはいはい、だからこう血を流してガンガン攻撃して、こう今ロシアがウクライナでやってるようなミサイル撃ち込んで、インフラを破壊してって、そういうイメージじゃないですよ。なるほど。だからこれはやろうと思ったらできるわけですよ、はい、で今回それ数分の1ぐらいしか力加えてないって言ってるから、ええ、あと電光掲示板とかもですね、全部中国製品使ってるから、あの掲示板の内容が変わったりしたんですよ、はあ、すごいハッカー攻撃やってるんですよ、はあ、サイバー攻撃、ええ、であの発電所にもサイバー攻撃加えたり、ええ、で今台湾では慌ててあの中国製 その通信機器使わない方がいいとか話になってる。ハイブリッド戦の訓練この間一回やったわけですよ。だからアメリカはこれはやばいと思ってる、さあそんな中今回、久方ぶりに日中首脳会談が行われました。この日中首脳会談の意味はどこにあるとお考えですか。あ、これはですね、最初に米中持ってきたのがミソで、はい、で日本は後の方でしたよね、後の方でした、はい、だから米中でこう緊張緩和っていうのがバーッと表に出ると、次仲の悪かったオーストラリアとかですね、こういう国もわーっとこうなびいてきてるわけですね、まあ、あとオランダとかいろんな国ともやりましたね、はい、でカナダはわざと外してるわけですよ、はあ、イギリスとか、まあ、言うこと聞かないから、でこれはもうつまり、米中と関係緩和したっていうことによって日本ともやりやすくなるっていう、そういうあの計算なんですよね。なるほど。で日本側でも、じゃあブリンケン国務長官が行くんなら林さんが行こうかって話今なってますよね。はい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 。でこれはもうお得意のいつものちょっとアメリカ最初に落として、後の国がわっとこうついてくるっていうイメージの戦法なんですよ、でどうなんですかね、あの日中関係というのがどうなる、あるいはどうすべき、この点はいかがですか。これはちょっと私はもうはっきりしたものがありまして、こう政治とか外交軍事の面でこう見ると、はい、まあどうしようもない相手ですよね。隣に中国っていう国があって、もうまさに脅威になってしまってると、はい、で数十年前は日本が援助して経済的な関係だけを言ってればよかった時代はもうとっくに終わってですね、今は例えば EEZ にミサイル打ち込んでくるとか、はい、で尖閣もいくら来るなくても来るとか、で装備もどんどんこう強化してるとかね、でこれがある一方で、ちょっと貿易統計見ると恐ろしい現実があるわけです、はい、でこれは日本はあの中国との貿易で5年連続で黒字なんですよ。ほうほう。それで日本側が売ってるのは集積回路とか電気機器とか機械類とか割と単価の高いもので、で輸出も昨年 17% ぐらい伸びてて、輸入も 12% 伸びて、で全体で 15% 伸びてるとかね。なるほど。ほんでこれ中国との貿易構成比っていうのはもう 22% なんですよ、はい、アメリカは 14% ですね、で日本は中国から入れなきゃもうあの困るものっていうのがもう大体 23% ぐらいいってる、その集中的供給材っていうのが、はい、これほとんど仕事ができなくなる、パソコンが入ってこなくなったり、ええ、あのスマホが入ってこなくなったり、ええ、
で、これが同時にこう存在しているってことですよ。軍事的な脅威と経済的な一体化っていうのが、はい、まあ、当たり前のことなんだけど、アメリカも実はそうなんですよね。だからこれを今後両方こう見て付き合っていかなきゃいけないから、だからまあおそらく中国が軍事的に強化されるような先端技術とかは安全保障上、まあ、中国に渡らないようにするっていうことをする一方で、まあ、貿易全体を見ていったときに日本に有利なものは引き続き続けていくっていう感じだと思う。そういう思考が大事になってくるし、よく一斉よくもう中国と関係切れとかですね、はい、デカップリングだとかいう意見があるけど、アメリカもそれ考えてないんですよ。なるほど。そもそもそんなことやったらペットフードも入らなくなるし、はい、ペットが死んじゃいますから、ペニシリンも入らないとか、だから、こちらが有利になるんであれば貿易全体はこう進めていくけども、こう個別のセグメントでここはダメだよっていうのをこう特定していくって時代になってきますよね、これから。なるほどね。で、経済が良くならないと日本も軍事力に金回せませんからね、結局やっぱ儲かるとこではしっかり商売続けていきながら、警戒するとか警戒するって当たり前の発想がすごく大事になってくる。なるほど。と思います。その中国なんですけども、今コロナに関して、まあ、かなり厳しい政策をしているから、今ちょっとなかなか中国旅行に行こうかっていう感じにはならないんですが、それが緩和された後ですね、中国に旅行に行って例えばコオロギさんはどうですか、中国旅行行ったら中国で捕まるリスクありますか？それあるんじゃないですかね。ありますか？それ今みんなありますね。はあ、商社マンから学者から前例を見ると、中国と仲のいい人も捕まってますし、どういう基準で捕まえて、その後どうなるんですか？いろいろ言えるとこって言えないとこあるんですが。言えないところあるんですか？まず言える部分というのは、過去の前例を見るとどういう人が捕まってるかっていうあって、はあ、本当にそういう情報活動やってたかどうかってもう分からないじゃないですか、それはちょっとこっちに置いといて、そうじゃなくて捕まっちゃってる人っていうのは、どういう人かっていうと、例えばその時のこう政治的な対立の中に巻き込まれてしまったとか、はい、敵対する派閥側と関係が良かったとか、あとはそれはかっこいい話ですね、そういうのっていうの、なんか高級なこう007型の話です、はいはいはい、これどうしようもない部分が実はあるんですよ。国家安全局っていうのが、はい、末端にいるわけですね、でトップは国家安全部、はい、まあ、昔の、ロシアの KGB みたいな、はいはいはい、でこれがですね、末端の方ってとんでもなくいい加減で、なんかちょっとあそこに外国人がいるとかですね、でこれなんかちょっと怪しそうだとか、例えば通報が入ったりするんですよ。今反スパイ法っていうのができて通報奨励してるから、はい、あそこなんか外国人怪しいのがいるとか言ってね、なんか写真バシバシ撮ってるとか、通報が入ってくると、あこれはいいかもだっつってですね、でそれとりあえず捕まえるっていうのがあって、で捕まえたら、それ監禁してる間残業手当が出たり、はいはい、一緒にちょっと旅行だった名目で連れて行けたりですね、美味しいもの食えたり、これ実際に聞いた話なんですよ。それで釈放される人もいるし、そうじゃない人もいるんですね。で、これが、例えば、あれ、いなくなったってなると、連絡しますよね、日本の外務省とかに。で、向こうに問い合わせたら、あ捕まってるよって話になって、そこは外交ルートに乗ると、向こうもメンツがあるから、有罪にしちゃうわけですよ。はあ。こういうどうでもいいレベルのが実はあるんですよ。あらまあ。で、これ、いい加減で困るんですね。で、通報を奨励するなんていうことに今なっちゃうと、お金ももらえたりする。それだとなかなか警戒しようがないなと思うんですが、先生、非常に面白い話になってきたところで、時間になっちゃいましたので、先生、またお願いします。いやいや、どうもどうも。ありがとうございました。お忙しい中ありがとうございました。看護外語大学教授のコオロギ一郎さんに伺いました。11月21日月曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。こんにちは、日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、この時間はズームをミュージックリクエストに寄せられたメールご紹介していきます。ありがとうございます。今日のお題はですね、はい、ベルリンの緯度が北緯52度と聞いた時に聞きたい曲。寒いけど難しいお題でしたが、まずは神奈川県67歳万歳親父さん、来ましたね。ベルリンで思い浮かべるのは
北京、ベルリン、ダブリン、リベリアとね、はい、パフィーですね、アジアの中心、これは予想しておりました。そうですね、来ましたよ、これね、8件いただいてるそうです。そうですか、やっぱりね、お考えになる方多くてね、やっぱりね、うん、それから埼玉県のかよこさんは、ジンギスカンのジンギスカンをリクエストします。ベルリンはドイツの首都、ドイツの音楽グループのジンギスカン、そこでこの曲をリクエストします。そうなんですよ ね、 大流行りしましたね。バブルの時代に流行りましたね、これ。はいはい、はいはい、最近アイドルがカバーしたそうですよ。まあ、でも本家で。そうなの。そうらしいです。うん、この方のリクエストは本家ね。ラジオネームサリパパさん、ベルリンの愛は吐息のように、トップガン、愛のテーマ、はいはい、ね、トップガンど真ん中世代の私にはベルリンと聞けばこの曲ですね。マーベリックでも使ってほしかったな、はい、そう懐かしい。あとは福島県郡山市のゆこぺこりんさん、ほうほう、デビッドボーイのレッツダンスをお願いします。今から35年くらい前にベルリンの壁の西ベルリン側でコンサートしたデビッドボーイ、かっこよかったな。してましたよね。いや記憶にないわ。ないですか。それないわ。あ、ありますか。あ、なんかね、なんか覚えてます。さすが音楽業界の人ですね。いや業界ちょっと何それから、こちらは光磁気ディスクさんですね。ほうほう、栃木県真岡市の方、細川隆さんの北緯50度お願いします。そんな曲あるんですか。あるんですって。歌詞の、世界を見るとベルリンの寒さが想像できますね。どんな曲だろう。歌詞、寒そうな歌詞がきっと書かれているかと。そうですか。ちょっと私ごめんなさい、すぐ曲が浮かばないけれども、うん、そんなにリクエストが来るということはそれなりに有名な曲なんでしょうね、はい、うん、じゃあ一遍どんな曲か聞いてみましょう、うん、はい、本日のズームオンミュージックリクエスト、細川隆史、北緯50度。じゃあこれ、そら寒いわ。寒い、ね、カラフトだもんね、これ北緯50度は、はい、サハリンですよ、サハリン、カラフト。寒い、じっくりちょっと歌詞を見ながらね、聞いてみたいと思います。今日はあの5時35分まで月曜日延長ですからね。じゃあ結構もしかするとフルコーラスいけるかもしれないですね、うん、いけるかな、はい、時間次第です、お楽しみになさってください。ご意見はメールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎でつぶやいてください。お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するのはこちらです。岸田総理大臣が寺田稔総務大臣を更迭。政治資金問題を政治資金をめぐる問題が明らかになっている寺田総務大臣について、岸田総理大臣は昨日夜、更迭する意思を固め辞表を提出させました。この1ヶ月での閣僚の辞任は、山際前経済再生担当大臣、葉梨前法務大臣に続いて3人目となります。多分、はい、多くの国民の皆さんは、うん、国民の皆さんってなんか偉そうな言い方だよね本当に俺なんか政治家がさ、国民の皆さんとかって言うたびにさ、けっとか思うんだよね俺何が国民だよ。まあ、しかしそんなことを言っても仕方がないですが、多くの国民の皆さんは、なんで辞めたのってよく分かんないと思いますよ。政治と金、政治と金ってよく新聞の見出しに出てますから、はいはいはい、政治と金なんだろうなとは認識してらっしゃると思いますが、具体的に何やらかしたのか、はい、多分認識してる人は、だけどアンケートで世論調査とか取られると、寺田稔総務大臣をクビにすることに賛成ですか反対ですか、クビだクビだこれね、圧倒的多数が賛成になるわけです、うん、クビにしろってことになるんですが、はい、でも多くの方はで何したのっていうか、政治とかね、なんか金でももらったっていう、そういう方多いんだと思いますね。プレゼントね、かつてやっぱりね、大物で政治と金で辞めた人っていうか、いろいろこう部屋の中に落ちかけた人とかっていうのをこう考えるとですね、具体名を出すと、もういいか、別に具体事実だからしょうがないですね。田中角栄とか、金丸信とかっていう人は、億単位の金だからね、億単位の金懐に入れたんじゃねえのっていうので、はいはい、まあ、最後、確定判決、田中角栄さんの場合は、確定判決までいかなくて、
亡くなっちゃったから、多分そこで裁判終わっちゃったのかもしれませんが、でもこの人たち億単位の金懐に入れちゃったっていう話だから、うん、おいおいって話じゃないですか。この寺田さんのいわゆる金、政治と金って、収支報告書のなんか代表者として名前上がってた人、あれこれ何年も前に死んでるよねとかさ、そういうネタだからね。私はっきり言って、まあ、それ確かにいい加減ちゃいい加減だよ、いい加減、はい、いい加減、適当なことすんなよって話なんだけども、はい、うん、私政治と金で言ったら、今の国会議員全員毎月100万円ずつ領収書も書かないでもらってる、たま、うん、これを金なんとかしろよって話で、あんだけ盛り上がったのに結局うやむやになってたよ、いま、うん、だに領収書出さなくて100万円毎月何にも言わずにポッポにないないだからね、うん、そんなのに比べりゃね、このおっさんの方が、いや、そう、政治と金言い出したら国会議員全員そうだろうって、私なんか言いたいよね。まあ、それで言ったら、まあ、一昔前の政治と金っていうので問題になった人たちと、まあ、形状も額も対応も違って、これでいちいち首にしてたら、大臣に務まるやつが一体世の中に何人いるんだっていう気がね、正直せんでもないんです。だけど、ああ、でもやっぱり世の中非常だなと思うのは、ついこの間ですよ。ついこの間、もう数週間以内にしときましょうか。はいはい、数週間以内にですね、今回クビになった総務省がありますね。総務省という役所は、これはあんまりこう、高齢者には馴染みがない名前かもしれませんが、重要官庁です。どのくらい重要官庁かというとですね、あれ？私の記憶だと総務省は確かね、自治省と郵政省じゃねえかな、合併してできて、はい、共にでかい省ですからね、自治省と郵政省って共に大きな省だったんですが、これが確か合併して総務省になったはずですなど、あといくつかがくっついてますけどね、だから総務大臣ってすごく偉いんですよ。だから放送局の監督官庁も総務大臣ですからね、総務大臣ってすごくポジションとしては偉いんだけど、その総務省のキャリア官僚とちょっとお話をする機会があったんですよ、過去数週間以内に、そしたらその人の口ぶりは、とにかくね、このタイミングで大臣辞められるとね、めんどくさいんですよ、またこれ一からね、国会の答弁説明しに行かなきゃいけないし、この予算編成の大事な時にね、これ大臣交代は辛いんですわって言ってたということは、総務省のキャリア官僚の間では、この寺田っていう大臣はもうキンキンクビだなって読んでたということですね。なるほど。だからもうその話私聞きながら、あ、この、あとはどのタイミングでクビにするかな、だなと。だけどよく考えてみたら、その過去の、まあ、金丸信とか田中角栄に比べて、別に政治と金つったって何か懐の中にお金入れちゃったとかっていう話と全然違うわけで、いわゆる政治と金という見出しつけると政治と金なんだけど、いや、だからそれで、これ本当に、大臣首取るようなネタかっていうのは、まあ、ぶっちゃけ私の感覚ですね。まだ話さんなんかの方が、おいおい、それ言うか普通っていうようなことも考えると、これを言い出したら、本当に日本で大臣務まる人が何人いるのかなっていう感覚は、私は正直ありますね。だからいいというわけじゃありませんよ。はい、ありませんけれどもや。はい、で、またこれ、岸田派で、キャリア官僚で、この手の東大卒、むっちゃこういうの多いですよね。その私ね、高学歴信用しないって、この間の別ネタの時に申し上げましたけれども、本当にね、東大法学部出てるから、少なくとも学業成績というか、試験の時点を取る能力でいうと、恐ろしく高い次元の頭脳を持っているのに、なんで、で、多いのはですね、今回の寺田さんなんかもそうなんですけど、キャリア官僚ですよね。はい、まあ、キャリア官僚でも、婿養子に入って先代の地盤引き継いだっていう人もいますから、一概に全部とは言えないんですけれども、割とね、有力政治家っていうのは、この手の金と、この手のね、それはまあ田中角栄クラスとか金丸信クラスの、ああいうでっかい話は別ですけど、こういうちっちゃい金のやり取りみたいなもんで、挙げられるケースは2世議員、3世議員で少ないんですよ。なんでかというと、そういう議員さんで地盤が安定してるところは、親からしっかり受け継いだ地盤と、看板っていうのが、地盤、看板、カバンっていうのがよく言われますけれども、そういうのをしっかり受け継いでますから、そんなに冒険せずに、安定的に、選挙を切り抜けられるんですが、ところがキャリア官僚で、はい、まあ、いや、
ある意味頑張って政治家目指して、コツコツ叩き上げて政治家やってますっていうところはどうしたってね、うん、地盤看板カバンを受け継いだ2世議員3世議員なんかに比べると、選挙が厳しいですから、うん、無理せざるを得ないというところがあって、うん、講演会集めてきて、じゃあその講演会でも2世3世議員ぐらいになるともう安定した地盤がありますから、はい、地元の有力者が安定してその政治資金管理団体のトップについてくれたりなんかするわけですよ、うん、ところがこういうまあ言っちゃなんだけどもあんた誰状態の人は一からそういう組織を作り上げていくと、いやとりあえず、うん、あの名前誰かトップで貸してくれる人はいないか、まあ、逆の果てに今回の寺田さんのケースで笑っちゃいけないんだけど、はい、笑ったのは政治資金管理団体のトップの名前がついてた人が俺はやってねえっていうそんなものを受けた覚えはないって言い出して、これも今回の不祥事の中に入ってるんですけども、はいはい、まあ、ちょっとまあまあ、あの、それはダメですよ。ありえないですよ。ダメですね。ね、もっとちゃんとしなくちゃねって言うと、うん、コメントとしては成立するし、簡単なコメントで済むんだけれども、はいはい、うん、現実に今回、この寺田総務大臣、政治とかねってすっごい大きな見出しが新聞に出てますよ。全、は、然、いはい、地元に聞くと、あの人がこんなことをするとは思わなかったんだけど、おそらくそういうふうに街頭インタビューでコメントしてる人って、何やらかしたか分かってないと思いますよ。漠然としてるかもしれない、ね。そもそも寺田総務大臣と聞いて顔浮かばないだろ、普通の人はと。でそれなんか政治と金って書いてて、新聞に大騒ぎされてるけれども、じゃあこの人何やったんですかって言って、あの、いや、飛行機の納入に絡んで5億円の賄賂を受けましたとかさ、なんかあの、事務所の金庫上げたら、なんか金塊、無記名の金塊がゾロゾロ出てきましたとか、おのおの田中角栄および金丸信さんのエピソードですけど、はいはい、そういう話とまた、まあ、全く次元が違うからね、これ。うん、本当にね、日本の政治家は小粒になったなという妙な考えも受けますが、うん、さっき申し上げましたけれども、うん、あのとにかく今国会議員全員今回のことで追及してる野党も含めてよ、はい、みんなあんだけ大騒ぎになったのに毎月安定して領収書も書かなくてもいい、税金も払わなくてもいい、社会保障費も担当しね払わなくてもいい、100万円のつかみ金をずっともらい続けていて恥じないという、もう政治と金だったらこっちの方がよっぽど私は問題だと思うよ。国会議員全員クビにしろよ、本当にと。私はね、言いたい。言いたい。はい。いや、それでこの大臣クビ、政治と金でクビなんだもん。ちょっとあまりにもね、公平を欠いてると思うよ。で、私この問題についてなんかね、わーわー言ってるあの、国会で与野党議員っているじゃないですか。お前らさ、まずそれ何とかしてから言えよって、つくづく思います。ズームオンでした。ズームオンミュージックリクエストをお送りしたのは、光ディスク、ラジオネーム光磁気ディスクさん、長男ジージさん、シュワチさん、上り竜さん、ジージートッシーさん、京都のおっちゃまんさん、アナザースカイさん、糸のパパさん、ヤギラ前島かのアナのファンさん、ケイパパさん、67歳、万歳親父さん、しげこさん、以上12人の皆さんのリクエスト、細川隆史、北緯50度。はい。これしかし、何をもって中山大三郎さんは作詞したんですか ねどういう思いが込められていたのでしょうか。だってこれあの最後にね、さらばさよなら、うん、ロパトカ岬ってのありますが、これあの要するにカムチャツカ半島の先端、はい、うん、カムチャツカ半島の先端でイメージできない方はですね、北方領土をイメージしてください、うんうん、北方領土からあの千島列島が伸びてますね、はい、千島列島ずっと上がっていて、一番北の下が、はい、島が確かシムシュ島かな、その向こう側にカムチャツカ半島の先端があるんですが、はい、ロバトカ岬というのはそこのことですが、いやだけどなぜ北緯50度、ね、これ多分どうですかね、漁船に乗ってるような方の漁師さんのイメージなんですかね。なんかそんな風に受け止めましたけど、思いながら北で漁業に従事してると、うんうん、そういうイメージでしょうか。どういうような感じかなとね。まあこんなところのこんな解説をして何になるって話ですけども、まあまあ、そのぐらい寒いと、だからそのカムチャツカ半島の一番南側、はい、だからあの千島列島の一番北よりもベルリンはまださらに北だということなんで、よくわかりました。でベルリンですらそうですから、そこより北側にある、まあ、例えばオラン、あのデンマークとか北欧、バルト三国とか北欧とかってどんだけ寒いのよっていう、そういうことですよね。それはまあ白夜って言って、冬になると一晩中太陽が沈まないっていうのは、うん、
うん、ヨーロッパって我々が思ってる以上に寒いとこなのよね、うん、北にあるのよねという状況の中で今回みたいなエネルギー危機が訪れると、うん、今年の冬これエネルギーないのにこの寒い冬をどうやって乗り切ろうかっていうのが当然今ぐらいの、はい、喫緊の課題として浮上してきて、出した結論が、余裕のある中央北欧にお住まいの皆さんは、エネルギーの値段も上がってるからな、まあ、とりあえず南行っちゃうみたいなことで、南に旅行に出られて、だから今ね、ギリシャあたりの観光地って本来はギリシャエーゲ海って夏のキラキラした太陽の中で白いこうなんか塗り壁みたいなこう建物の中で酔った走らすっていう、そういうイメージじゃないですか。で、もともとやっぱりエーゲ海とかギリシャ観光っていうのは、はい、ヨーロッパの人にとっても夏場の観光地で、ギリシャって夏場の観光人口と冬場の観光人口って10倍ぐらい違う。まあ、圧倒的に夏が人気の観光地なんだけど、ね、うん、今年に限っては、はいはい、その普段だったらガラガラのギリシャあたりのホテルが冬場に北欧中央の人たちがエネルギー危機だからとりあえずあったかいところの、ね、でも東南アジアまで行けないからっていう人が押しかけてて、すごい、まあ、いわゆる日本語で言うところの受けにいるっていう表現がありますが、今だから南欧のホテルとか旅館とかすげえ賑わってるらしいですよ。そのおかげで私はこの冬プーケット行こうと思ったらとんでもない値段だということで、どうしてくれんだよというそういう文脈でございました。なるほど、よくわかりました。さあ、お聞きの日本放送、この後5時35分からは小島夏子さんのおかえりなさい。明日の朝6時からは飯田浩司の OK 工事アップ。コメンテーターはジャーナリストの有本香里さん。クーデター以降混乱が続くミャンマー情勢について伺います。明日午後3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うか、ゲストはサイバーセキュリティに詳しい慶応大学教授の土屋元博さん。北朝鮮のミサイル開発やウクライナ戦争をめぐる国際サイバー攻撃の実態にズーム。さらには5時台にはご著書の超ミニマル主義が話題のニュージーランドお住まいのですね、四隅大輔さんお迎えいたします。この方なんか今すごい、まあ、流行ってるっていうか、環境保護アンバサダーの方、はいはい、有名な人らしいですね、はい、てなことでございまして、今週も始まりました、はい、辛坊治郎ズームそこまで言うか。ここまでの相手は辛坊治郎と増山さやかでした。明日も見て。